名古屋市の新年度予算案は一般会計が1兆4853億円今年度をおよそ732億円上回り過去最大となります今回の予算案の目玉となる子どもの未来を全力で応援する先導的な取り組みに合わせておよそ35億円を計上新規事業となる子どもが自分らしい生き方を探求する事業キャリアタイムの実施費用として およそ2億5000万円などが盛り込まれていますまた2026年に開催されるアジア競技大会アジアパラ競技大会に向けた施設整備費などとしておよそ280億円が計上されていますこの新年度予算案は今月20日から開かれる名古屋市議会で審議されます